まあ、ちゃまでございますということでね、まあ昨日のね動画を見ていただいた方、まあご存知かと思います。まあ FP ムバッペ当てれずですね、人権を失ったチャマ見事運入れ引退ということでですね、まあ5年間の活動をね、ピザを食べながらチャマと言ったらピザ振り返っていきたいと思いますね。はい、まずはね付け合わせのなんかこう赤い汁ですね、トマトが入ってるんでしょうか、それかまあなんかこううん、トマトですね。はい、もうなんか入ってるんでしょうね。うん、そしてあのこちらですね、骨付き唐揚げ。はい、もう死んでもいいわけですからね、 FP ムバッペ人権ない、死んでもいいということで、爆食いしていきたいと思います。はい、ね、あとはこちらですね。はい、あ、美味しそう。はい、これでね、なんだっけな、なんとか照り焼きチキンなんとかみたいなやつと、あ、違う、カルビなんとかみたいなやつが下っ側で、上っ側はなんかベタなやつに、ベタなアメリカンピザみたいなやつにハラペーニョみたいな、メキシコのなんかこう、なんて言うんだろうな、こうピクルスみたいな、ピクルスじゃないな、あの辛い唐辛子、メキシコの辛い唐辛子をなんか漬物というかちょっと酸っぱくした感じ。いただきます。じゃあまあ FP ムバッペないので死んでもいい。いただきます。うん、あ、うまいね。うん、じゃあピザの方いただきますね。うん、 L サイズですからね、一人で食うのかって、しかも今日も夜の9時10時ですね。うん、この時間からピザ L サイズ、どんなやつが出てくるんだ、案の定デブ来たーみたいな顔を配達員さんはしてました。はい、これ素晴らしいということで、あ、ほらムニュート、おー、ここまで、ここまでチーズがボンバー、カルビが、いや美味しそうですね。はい、いただきます。はい、いただきまーす。あーん、うーん、甘い、うーん、カルビもね、甘だれで、で、そこにニンニク、あとピーマンとか玉ねぎとか、そのね、ピーマンとかのちょっと青臭さがこの甘いねカルビのタレとマッチして、ナイスー。そうだね、うん、こうやってね節目節目で登録者何万人いきましたとか、今年のウイレもありがとうございましたみたいな、大晦日とかね節目節目にね物を食べて動画を撮ってましたけども、うん、最後はピザだったかってね、うん、なんだかんだちゃまーっていう感じな、感度の耳の部分、ピザの耳の部分まで楽しめるよ。うん、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 アスムラですよ。うん、素晴らしいね、なんかアスムラスタジオみたいなね、インスタでチャンネルがあって、多分韓国の人たちばっかなんだろうけど、韓国のいわゆるなんかほんとビッグバンみたいな格好した若い男の子が、こうちょもうこんな感じの、こんな感じのテーブルにね、こんな感じのテーブルにいかにもこうネチョネチョしてそうな食べ物を置いて、もうマイクの前でで食うやつあって、あ、こういうの面白いんやな。だからそのね、アスムアにね、いろいろ限界、アスムアの限界っていうかね、いろんなアスムアをね動画出してんだけど、あのめっちゃ可愛い人が生きた生だこをそのまま頭から食うみたいな、ビジュアルもすごいのよ。もう足がこう顔にうわーって刈り付いてむにゃーってやって、中こうコリコリコリみたいな、ブツブツザクみたいな、ですげえ美人みたいな、あ、なんかこれはなんか芸術作品みたいな、え、見た目にもおもろいなみたいな。でもその中でもね、一つだけね面白、あのよく分からなかったのがね、あのおばあちゃんがね、おばあちゃんが
なんか地球の絵柄がプリントされたマーブルチョコ、ちょっと固めのマーブルチョコを入れ歯で噛むみたいな、ブンブンブンみたいな、それだけよくわかんない。で最後手で入れ歯持ってこうやってチョコ潰してたからね、もう意味がわかりませんでした。はい、こちらがね、まあ2種類目の味、こちらがなんだかこのスペインのね、スペインじゃない、メキシコの辛い七味唐辛子がボンバーしていると言われるやつですね。いただきます。ハラペーニョだっけ、お大好きなんですよ。辛さの中にピクルスっぽいなんか酸っぱい味がするのかな、お漬物さんみたいな、うん、そういう感じでな、ごめん。まあそんな話もね、早々にやっぱこの5年間のウィーをね振り返っていきましょうと。うん、最初のね、初期から見ている方から知ってると思いますけど、僕は最初ウィーニングレブンのチャンネルではありませんでした。普通の実写チャンネルだったんですけど、で編集の人で、撮影の人、カメラマンの人、あと AD みたいな女の子、あと作家さんで、さ、編集とカメラマンは同じ人だったから、まあ、4人で、自分も合わせて4人でやってて、1本書き初めの動画を撮って、でもその頃まだね、5年前とかだからね、YouTube って何みたいなとこあって、ヒカキンさんとかがめっちゃバズってるけど、なんでこんなに、何が受けてんのみたいな。テレビの方がおもろくねみたいな感じがあって、とりあえずやってみるしかねえな、みたいな感じで。手探りの状況でやってて、これ毎日、どうやら毎日動画を投稿しなきゃいけないんだけど、この4人集まって、でそれぞれ仕事もある中、こんだけ時間割いて、初めてのことだからよくわかんないし、毎日は無理じゃねえかっつって週1にしようと。で、おいちゃまと、お前家で一人で全部やれることを一人でやっとけみたいな、毎日ね、わかりましたっつって始めたのが、あのゲーム実況でございました。で、結局ゲーム実況が、で、毎日上げたらやっぱトントン伸びるということで、だったらできるところまでウイレ伸ばすかみたいな。で、ウイレが伸びきったら実写チャンネルになるかみたいな感じで、最初はぼんやりやりながらコツコツやってたのを思い出しましたね。で、確かね、1日目の動画からね、2桁いったんだよね。10回再生とか。俺0回とかだと思ってたの。そしたら10回再生いって、あ、やべえみたいな。10回見られるんだみたいな喜びがあって、で次の日出したらまた10 12回とかなって、あ、昨日より増えてるみたいな。で、昨日の動画はまたちょっと増えてるみたいな。で、チャンネル登録も1人増えたとかね、そんなのがあって、毎日でもね、なんかやれば結果がちょっとでも出るっていうのがすごい嬉しくてやってましたね。うん、それでコツコツやっていって、僕は最初にテーマを決めたんですよ。日本一になると、オンラインで日本一になるために、今レート300とか400ぐらい、最初スタートした時いろいろ教えてくださいって言って、でコメント欄でああしろこうしろみたいな人が来たんで、その人に教えて、その人たちに教えてもらいながらやるみたいな。だから動画のコメントも読んだし、何屋さんなんとかかんとか、あ、じゃあやってみますみたいな感じでやってたんですけど、まあその人たちは僕が冷凍は800とか900になる頃には消えてました。うん。追い越しちゃったんでしょうね、多分。で、やっぱそうなってくると、昔、シャマは偉そうになったよなっていう人が出てきますね。うん。でもまあ、偉そうにする理由っていうのがあって、例えば僕が900になった時に、思ってたのが、やっぱ400の時の自分下手だったなって動画見直して思うんですよ。うわ、こいつ下手だなって思って。で、やっぱそういうコンテンツになっちゃったんで、僕は900だったんですけど、900だったんだけど、400とか500とか600とかの人にのアドバイスが来て、あれ、いや、それはね、ちょっと違うんじゃないかなって思うアドバイス。自分の中で、その、なんていうの、ある程度、ウイニングレブンの正解不正解みたいなのがちょっと見えてきてた。で、アドバイスされて、いや、それちょっと違うんじゃないのかなっていう時に、すいませんけど、ちなみにレートいくつぐらいの方なんですかって聞いたわけ。それが一番簡単じゃん。
その人はそれで結果を出しているか出していないかみたいな。で、冷凍500ですとか600ですって言ったら、ああそうなんすかみたいな感じでちょっと採用しないみたいなことがあって、それで偉そうになったと、うん、というような時期があって、一つ目の悩みポイントやな、これは。ああ最後までみんなで楽しくできると思ってたけど、なんかこれどうしたろうかなみたいな。かといってあんま勝ててないよくわかんない人のアドバイス聞いて、まあいい時もあるだろうけど、うまくハマる時もあるだろうけど、ハマんない時の方がか、まあその人の実績としてもそれが結果が残ってるからさ、どうしようかなみたいな迷い時でした。それが約ね、俺が最初に始めたのが上で2014かな。で2014の最後に970とかまで行ったのかな。うん。で次レート1000にしますって言って、2015の最後の方ぐらいで確かレート1000になったかな。うん。でその頃にはちょっとうまいやつみたいな、実況者いなかったんで、その当時だから900とか800とかってなると、500、600、700の人たちからしたらうまいやつなわけじゃん。だから上で教えてくださいみたいな感じにちょっとなってて、今ほどではないけど、でそれに対してこういう時はこうした方がいいですよって自分で分かる範囲で教えてたら、それがやっぱ偉そうだってなってね。うん、素晴らしい。うんうん。で、その途中2015でレート1000になぜなれたか、うん、なぜかというと2014の最後の方、ま、今でこそねアプリ勢、ツイッターのアプリ勢のコミュニティ見てたら、ああ幼いなみたいな、コミュニティとして幼いなみたいな感じで思う感想をね、やっぱ持つプレステ4勢は多いと思うんですよ。プレステ4の方がまだ大人やなみたいな。なんでかっていうと、あれアプリ勢はねまだね誰が強い弱いっていうのがはっきりしないから、王者みたいなね人がいないのよ。だからみんなね調子乗ってるみたいな、偉そうにしてるみたいな。でプレステ4っていうか、まあその当時はプレステ3だったんだけど、最初そうだった。誰が上手いとか分からんしみたいな、ランキングあるけど、そのランキングとツイッターの ID が一緒じゃないから、俺900あるんだぜ、俺700あるんだぜみたいなやつが普通にランキング1のやつとかにアイスみたいな感じで絡んでいってたりとかして、ちょっと揉め事とかも多かったし、あいつ雑魚いニヤニヤみたいなリップをね裏で飛ばし合ってるみたいなのもあったし、でそういうのもあって、やっぱ最初ねコミュニティができ始めた頃っていうのは、まあそういう感じになるんだろうなみたいな感じですね。まあその土地だけあって、そこに人が集まってきて、誰が王様になるかみたいな争いをして、生き残ったやつが王様になるみたいな感じなのかな。うん。でプレステ4の方が昔からあるから整備されてて、プレステ4アプリか、アプリの人たちは最近できた、ゲームだし、コミュニティだから整備されてないってだけで、別にアプリの人たちがなんか民度が低いとか、まあ民度低い人もいるんだろうけど、まあ民度低い人いるけど、実際民度低い人いるけど、消えていきます。そのコミュニティが出てきたら、ジョーカー作用みたいなね、みんながねウイレ好きなやつが集まってるんで、こいつはウイレ好きと思われたくないっていうやつが出てきて、どんどんそいつを攻撃していなくさせますんでね、それがいいかどうかは別として、で実際にその攻撃するっていうのが僕にも起こりました。まずそのプレステ3の、まあその当時プレステ3のうまいやつらがいて、俺うまいぜみたいな、でうまいやつら、うまいやつらで、あ、あの ID の人ですかみたいな感じで固まり始めてた。まあそれが最終的にね、後々ねウイレガチ勢はちょっとなんか閉鎖的だみたいな、その言われるその人たちなんですけど、固まり始めてて、でその人たちはどやりたいからツイッターとか作って、まあみんなそうだよね、どやりたいし、俺ランキング何位だぜって言いたいからそうやって発信してるのに、よくわかんないデブが YouTube 始めて、でそこに俺しかいないからね、なんかチヤホヤされてんのが気に食わないみたいな感じで、実際強いのどうなのみたいな、レート900ちょっとでしょどうなのみたいな感じでなってて、そこのガチ勢の人たちがもうみんなで結託してね、DM を送ってきたわけ。勝負してください、みたいな。で、勝負して、もう勝てると思ってるから。勝負して、動画にしてください、みたいな。で、俺はね、その当時、レート600とか700とか、いわゆる、まあ、言葉悪いけど、パンピーみたいなさ、人たちと、
はすごい仲良くやれてたんだけど、やっぱりね、上を目指すんだったらガチ勢と仲良くなって、この人たちに認められないと次のステップにはいけないと思ってたから、あ、いいですよみたいな感じで、別に勝っても負けても、あの、仲良くしてるっていう感じで動画が撮れれば、あ、仲いいんだなとは思われるから、それで動画撮りましょう、いいですよっつって、今でいうたらことか、肉さんっていう人とか、肉さん今最近ウイルやってないんだけど、あとは唐揚げさんとかね、あとにわかさんとかやったかな、 4,5 人やったんだけど、ちょっとそんぐらいしか覚えてなくて、で、その中でもね、一番やられたのが肉さんっていう人、 7-0 ぐらいでボコられて、もう何もできなかった。で、この人はめちゃめちゃウイルの仕様ついてて、あの、仕様知ってて、え、そんなシュート入るのとか、そんなドリブル抜けるのみたいなの知ってて、あ、これがガチ勢かみたいな、ちょっとレベルの次元が違うなって思いましたね。で、にわかさんっていう人は、あの、めちゃめちゃ丁寧で正確で、十字キーでドリブルするんだけど、だそのドリブルも独特で、で、絶対に通るパスしか通さないみたいな、だすごい鬼ポゼッションなのよ。 でも今で言う鳥かごとか下手なポゼッションと違って、鬼ポゼッションだけど相手を動かして空いたところに出すから、どんどん前に行かれるのね。それが怖くて、もうヒヤヒヤしながらやって、まあ負けましたね。で、たらこさんにも負けました。で、唐揚げさんはなんか知んないけど勝ちました。なぜか、その最初にたらことか肉さんが俺をボコって、で、唐揚げさんも、え、じゃあ俺も行こうかなみたいな感じでニヤニヤして、僕もお願いしますみたいな感じで行ってきて、俺も、あ、また来たか、うぜえなと思いながら、もうボコられてるから二人に、もういいですよっつって、動画撮るけどいいですか、いいですよっつって、でね、普通に勝っちゃって、3試合ぐらいやったのかな、3試合やりましょうっつって、最後俺が勝っちゃって、1勝1敗かなんか、まあ1勝1敗1分けかな、あれ2勝したっけな、いや1勝1分けだけど、唐揚げさん的にはもう楽勝にボコれると思ってたから、1回でも負けたっていうのが悔しいから、もう負けなのよ唐揚げさんの中では。で、俺がありがとうございましたって帰って、即動画にして、あのレート戦の有名人唐揚げさんに勝ったみたいな動画出して、もう次の日ぐらいには唐揚げさんからこんにちはみたいな、また勝負しませんかみたいな感じで、また動画上げろってことだよね。次は勝つから動画上げろってことだよね。なってたんだけど、俺、唐揚げさんに勝ったっていう動画を出した瞬間、他の興味ないガチ勢が、え、あのデブ強いのかってなって、また対戦してくださいっていっぱい別の人たちから来てたから、その人たちが終わったらいいですよ、みたいな感じで唐揚げさんにちょっと意地悪に返して、あの、まあ、その場では唐揚げさんも、あ、そうですよね、みたいな。すいません、お忙しいですよね、無理言ってすいません、みたいな感じ。で、そっから、まあ、認めてもらったっけ。唐揚げさんに、が、と戦ってなかったら、俺は認められてなかったの。で、そっから、みんなと仲良くなっていくっていうストーリーですね。で、その年に、今も、あの、YouTube 配信してる、エータってよく、俺が仲いいやつ。エータが、このにわかさんっていう人と遊ぶんですけど、で、実際さ、ネットでしか知らなかった二人が実際に会うというところで、これピント合ってないね、よく見たら。このマイクが邪魔なんじゃないか。これでピント合ったかな？微妙にピント合ってないかな、これ。まあいいや。会うっていうことで、東京に二人とも住んでたんだけど、あ、東京には住んでないか。まあ、ちゃまくん遊びに来ま、あの、一緒に遊びませんかみたいな。感じで来たの、うん。で、実際俺はそのね、1ヶ月前ぐらいに、そのこの1年間2014でウイレ活動頑張ってきて、結構仲いい人も増えてきたから、最後パーティーみたいなことがしたいと思って、チャマくんカップっていう大会をして、賞金もね、5万、1万円か2万円か出したのかな、これもっと出したかな、5万ぐらい出したかな。そしたらね、その当時最強と言われたサクトさんとかカールさんとか、本当に強いって言われてた人たち、もうマイクラブ勝率 98% ぐらいの人とかね、はもうツイッターで DM 送っても無視。それはそうだよね、しょうもないわけわかんないやつが大会開きます出てください、無視でしょそんなの。でね、誰だっけな、エータとか出たのかな、あと今年のペスリーグの日本代表決定戦に出てたモイグルくんとかね、 WES に出てたモイグルくんが初代チャマくんカップの優勝者ですね。うん。で、まあ出てくれるモイグルくんとか出てくれるのはありがたいなって、でも別に仲いいっていう感じじゃなかったの、本当に、あ、賞金もらえるなら出たいですみたいな感じ。うん。で、
俺が仲良くしてた雑魚グループね、俺も雑魚だったんだけど、同じぐらいの強さの雑魚グループのやつらは、その茶間くんカップで上に行きたいがためにね、100人ぐらいエントリーがあったのかな。で、最終的にトーナメントしなきゃいけないから、なんか5人ぐらいのグループを、なんかどんぐらいだろうね、10何個作って、まあ、戦績をスマホで写真撮ってくれと、試合の結果をね。そしたら写真撮るの忘れましたっつって、負けた試合を勝ったって申請してきたりとかすんのね。で、俺こいつら仲いいと思ってたんだけど、何なんだこいつらみたいな。で、ガチ勢っていうのはね、暗くて、こうなんて言うんだろうな、こっちをバカにしてるみたいな印象があって、あんまり好きじゃなかったんだよ。俺はあんま雑魚の人たちの方が好きだったんだけど、雑魚はね、その大会で不正をしてくるのね。でもガチ勢の人たちはガチの勝負にこだわった人たちだから、そこではね、不正をしてこなかったのよ。不正とか嘘の申告とか。だからその時に、あれ、ガチ勢の方がいい人が多いんじゃねえかって思っちゃったの。正直その当時、今思えばだけど、その雑魚勢の人たちにそういう不正とかをされたのは俺が舐められてたからだよね。今となっては雑魚勢の人たちも、まあ雑魚勢って言ったらだけど、ガチ勢じゃない人っていうか、まあガチ勢もう難しいな、もうトップの人じゃない人たち、強さがね、レートとかがもう真面目にやってくれるんだけど、その当時は結構ひどかったんですよね。まあそんなこんなで大会やってもなんか手応えなく、なんか金だけ失っちゃったなみたいな思ってたんですけど、その1ヶ月後にエイタとニワカと遊んで、ああ普通にリアルで会ったら本当普通にいい人やなみたいな感じも思いつつ、また2015に入っていくって感じでしたね。だからそれで1年目でやっぱガチ勢までリーチできたっていうのはかなりねでかかったですね。まあいなかったからっていうのがあるんでしょうけど、だから2年目のね、チャマくんカップとかカールさんとかも出てくれたよ。2年目はカールさんが優勝したんだっけな。あれ3年目だっけな。あ、2年目だ。その頃にはもうガチ勢のみんなともだいぶ長くなってた。で、俺も最初に思ってたガチ勢は雑魚を見下してるとか仲良くしてくれない、ヘイハチギだっていう意識があるけど、それは違くて、例えばね、雑魚勢の人たちの中ではやっぱそういう意味でガチ勢と仲良くなりたいっていう気持ちの人が多いわけじゃん。そういう意見がある人はね。でもガチ勢の人からしたら、ツイッターとかやってる意味ってゲームをやる、上手くなるためにやってるの。だから上手いやつがいたらその技を教えてほしい、身が切磋琢磨したいからつながるっていうことなの。だから仲良くしたいですって言われてもちょっとなんかピントが合わないんだよね、ガチ勢の人からしたら。いや別に友達は求めてないんですよねみたいな。で、その人が上手かったら、あのコーナーキック知りたいから触れまして盗んでやろうとか教えてもらおうとかで、教えてもらうときに お互いガチ勢だったら、僕のあれあげるんでコーナーキック教えてくださいとかができるから、仲良くなりやすい。じゃあガチ勢は友達いらないのかって言ったら、そこはね意外と違くて、会ってみて友達作りたいと思って動いてないから、あの人友達になりたいなとか、この人は友達になりたくないなとか全く思ってないんだけど、いざ大会とかで一緒になるなって喋ると、やっぱあこの人いい人だなとかさ、この人嫌いだなとかなるじゃん。でこの人いい人だなってなったら、めっちゃレートが低くても仲良くなる。だ、あのゆうやとかいるじゃん、俺の周り仲良くしてるさ、ゆうや、あの人はまあレート戦行くけど割と雑魚だからさその中では結構雑魚だし、別にゆうやから何かを学ぶって必要は一切ないけど、一緒にいて楽しいから、よなんか東京とかで飯食うときは呼ぶみたいな感じですね。うまいな。なんか喋りながらだとあんまり早く食べれんからか、どんどん冷えてきた。カルビの方はまだ冷たくなってもうまいね。さあ、まあプレステ4のコミュニティも昔はそうやったっていう話やな。アプリはまあ今いろんな人いるからね、勝てばいいっていう人と楽しくやらなきゃ意味ないとか、強い選手使って勝つのは違うぞとかねいろいろいますんで、
そう、まあ人がいっぱいいるっていう証拠だよね。うん、昔のウイレもね、100万本売れてる時はそうだったけど、そっからやっぱなんか違うなみたいな感じでみんな辞めていって、今15万人ぐらいだもんね。だからアプリがヒットしたっていうのはさ、もう一周したからというか、プレイステ4、その昔プレステでウイレやってた人たちが大人になって、ウイレを知らない層の若い人たちが出てきて、その人たちにヒットしたっていうことなんだろうね。だからコナミはちゃんとやらないとまたいなくなっちゃうよね、アプリの人たちがね。頑張ってコナミの人たちには、アプリの人たちを逃さないように。だから結局ね、サッカーの、それってサッカーのパワーなんだよね、この2発。プレステの時、アプリの時で当てれたっていうのがウィニングイレブンの力じゃないからね、サッカーの魅力だから。で、面白そうって思わせて、いざやってみたら思ったほどでもなかったっていうので名前いっちゃうみたいな。プレステ、昔プレステやってた人はね、ウイレって言うと、あ、昔やってたっていう感じ、今も興味ないみたいな。もう興味ないと決めつけてるもんね、1年に1回新しいの出てんのに。サッカーゲーム、ウイニングイレブンっていうのは楽しいものですね。またちょっとね、他のね、俺がね、ウイニングイレブンの人たちを誇らしいなと思うのは、別に他の人たちと、まあ、上とか下とかは関係ないんだけど、他のゲームに比べて、ウイニングイレブンやっぱね、サッカー部出身のやつとかが多いからか知んないけど、割とね、変なやつがいない。リアルだったら。じめっとしてるやつとか、喋れないみたいなやつがあんまりいない。たまに頭おかしいやつはいるけど、もう暗くてコミュ障みたいな人は、俺、今までね、多分ウイレの人とリアルで、イベントとかも含めて、多分何百人と会ってきてるけどね、一人しかいませんでしたよ。人前で喋れないみたいな人って。やべえな、こいつみたいな。でも割と他のゲーム見てるとそういう人がポツポツと見られるんでね。まあでも そういうのが、もういるからこそ、ゲームっぽいよねっていう意見もあるんだろうけど、ウイレはウイレの色が出てるなって感じますね。そんな感じでね、5年間やってまいりましたので、僕もね、マイペースにのんびりと、ウイニングイレブンをね、盛り上げていきたいと思います。最近は国体のイベントとか、実況とかの仕事のオファーが結構あって、なんか、e スポーツ、ウイレ e スポーツの人っていうね、知名度はついてるんだな、みたいな。イメージがついてるんだな、っていうことで、そっちで盛り上げていけたらなと。あとはもちろん動画もね、上げていきますけど、まあ e スポーツの大会、オフラインイベントめっちゃ楽しいんで、まあ近場でね、やってたらぜひみんなも参加してみてください。うん、ということで、さようなら、バー。まったねー。